ご視聴いただきありがとうございます。はじのでございます。今回はまたミームコインのプレセル情報をお伝えしていこうと思います。シバシュートアウトという、ね、トークンなんですけども、ただこれですね、ちょっとね1ヶ月くらい前に出ていて、ただね1ヶ月くらい4週間くらい経ってもそんなに価格が上がってなかったので、まあまだ買っても大丈夫かなということでお伝えしています。ちょっとですね、最近やっぱりミームコイン結構いろいろ出てきて、で先日ね同時20のコインですね、結構みんな期待してね購入したと思うんですけれども、期待ちょっと外れて、ね、もっと上がるかなと思ったら2倍くらいまでしか上がらなくて、その後ねずる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 落ちてきてますよっていうのと、あとスロタナですね、スロタナが結構ね、上場した後もうねプレセール価格割れして、あれと思ってて、もうそろそろミーム終わりかななんて思ってた頃にどん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 上がってって、結局ね上場、プレセール価格の4、5倍くらいでね、この辺で売れた人は、はい、4、5倍くらいで売れてるんじゃないかと思いますし、まだね、この辺で、売っても、プラスには、プレセールで買った人はプラスにはなってるくらいなので、ね、まあ、こういう動きをするのもあるんだなということで、まだまだミームいけるのかなということで、今回ね、改めてミームコイン解説していきたいと思います。でですね、今朝ですね、同時コインのモデルとなったこのカボスちゃんですね、柴犬のカボスちゃんが、まあ、亡くなったということでね、結構ツイッターでね、一時トレンドになって、私もね、今日動画撮ったんですけれども、まあ、その影響もあってなのか、ね、ちょっとね、上がってきてるかなっていう感じなので、まあね、やっぱりこれでまたちょっとミームに注目が上がるんじゃなかろうかということで、ね、まあ、ちょっとこのタイミングね、出たばっかりではないんですけども、もう1ヶ月くらい経ってるコインなんですけれども、まあ、まだまだ、はい、お手頃な価格なので、ね、参考に解説していきたいと思います。はい。で、まあ、ね、ミームコインなのでね、いつもの通りね、いろんなストーリーがあってということなんですけど、詳しくはね、ウェブサイト見ていただければと思いますので、こちらにですね、ホワイトペーパーあるんですけれども、ね、ホワイトペーパーと比べた結果、もうほとんどね、ウェブサイトに書いてあることとホワイトペーパー同じなので、ね、ホワイトペーパー見なくても、ウェブサイトしっかり見ていただければいいかなと思います。で、今回なんかキャラクター設定があって、ただのね、柴犬だけじゃなくて、まあ、このマーシャルっていう人がいたり、シャープシューターっていう人がいたりとかね、柴ガルチとか、ね、そういうなんかキャラクターがいろいろいますということで、まあ、この辺もね、読んでいただければと思います。で、カクタスステーキングということで、ね、ただのステーキングじゃないよと、ね、カクタス、サボテンのステーキングですよということで、まあ、いろいろね、ミームコインなりにストーリーを作ってますと。で、ちょっと面白いのがですね、ここにですね、いろいろね、書いてありまして、これがどうやらですね、ユーティリティ、ね、結構充実すると。だから、コミュニティをね、充実させて、かつ、そのコミュニティの中で使えるこのトークンを使って、いろんな、こう、イベントだったり、ね、なんか、考えてますよということで、例えばね、このユーティリティアイディアということで、ポッセリワード紹介プログラムに参加しましょうということで、なんかお友達を紹介することで、まあお友達と紹介した人とそれぞれね、ボーナストークンがもらえたりとか、ね、あといろいろこう、考えてるみたいなので、ちょっとね今まで結構やっぱり、ミームトークンっていうと、こう話題性だけで、ミームっていうだけで、ね、プレセールで売って上場時に、まあ、2、3倍に上がった時に、まあ、売って儲けてみたいな、まあ、それ以降は特に何もないよ的なものが結構あったかなと思うんですけども、その中でも、いろいろね、ユーティリティを考えてるみたいなので、まあ、ね、持っていたら、もしかしたら面白いのかなということで、はい、ね、参考にこの辺も詳しく読んでいただければと思います。はい。で、コミュニティをやっぱりね、大切にするということで、ちゃんとこの辺ですね、やっぱり1000人以上の保有者っていうところを目標に立てていたり、ね、5000人以上の保有者とか、ね、まあ、そんな感じで、ユーティリティしっかりね、メンバー集めて考えていくというトークンなのかなと思います。はい。
で、プレセール 35%、ステーキングで 20%、プロジェクト資金で 10%、流動性 10%、マーケティング 20%、ね、あとシューター資金っていうのは、これ何ですかね、ちょっと分かんないですけど、シャープシューターの報酬のため、だから、なんかあれですかね、アフィリエーターとかインフルエンサーの報酬なんですかね、はい、ということなのでね、はい、この辺もまあしっかりこれからどんどんねマーケティング頑張っていきますようだと思います。はい、でギャラリーとかあるので、この辺がなんか単なるギャラリーなのか、またね NFT とか考えてるのかもしれないですし、まあ、ちょっとね NFT にするにしてはそんなに可愛いわけでもないのでどうなんだろうっていうのもありますけれどもね、まあ将来性が期待できるトークンではなかろうかと思います。はい、でよくある質問ということでね、この辺も見ていただきたいんですけれども、シバシュートアウトとは何ですか。仮想通貨のワイルドウエストを舞台にした魅惑的な旅、シバシュートアウトのデジタル世界に足を踏み入れてください。このプロジェクトは仮想通貨の伝統的な概念を覆し、創造性知恵、カウボーイの戦いの魅力に満ちたスリリングな冒険へと皆さんを案内します。シバシュートアウトのコンセプトは仮想通貨世界の広大で予測不能な地形を芝カウボーイの機敏さと知恵で案内することで、爽快感だけでなくやりがいのある冒険を約束する高額報酬を獲得できる戦いに参加することができますということで、なんかねバトルもなんかやるみたいなこと書いてありましたね。はい、でプレセールに参加するにはということでね、こちらのウェブサイトからプレセール、はい、購入していただければと思います。はい、で他のミームコインと何が違いますかということで、この辺ですね、ユニークなテーマや魅力的なコミュニティイベント、サスティナビリティとユーティリティを意識した明確なロードマップにより、シバシュートアウトは魅力と価値を兼ね備えたトークンになることを目指していますということなので、単にねミームっていう話題性だけでこう価格上昇を狙っているわけではなくて、コミュニティをベースとしたユーティリティを充実することでね、長くこう価値を上げていく、まあ、そういうところを狙っているトークンですよというのかなと思います。はい、でね、こちらも結構ね皆さん特に初心者の方がこの辺勘違いされている方多いので、しっかりね聞いていただきたいんですけれども、トークンいつ請求できますかということで、ね、購入した瞬間にトークンが配られるわけではなくて、ね、正式な請求日はプレセールが終了した後すぐに発表されますということなので、今回ねプレセールで買ってもウォレットに反映されるわけではなくて、プレセールが終わるまではねこの運営の預かりということで、プレセールが終わると、まあ、このウェブサイトからクレーム請求してウォレットに移すと、ね、いう流れになるかと思いますので、ここね間違えないようにしていただければと思います。はい、でチームへの連絡方法は、テレグラムからお願いしますということですね。はい、で今回ですね、このクレイムユアフリーシバシュートトークンズということで、なんかね E メールと電話番号を登録すると、もしかしたらフリーのトークンがもらえるかもしれないということでね、ありますので、まあ、よろしければね登録しておいていただければと思います。私も登録したんですけども、特にねメールバック来るわけでもなくてね、まあ、しばらくは待ちなのかなということなので、はい、なんかねそのうち連絡が来るんじゃないかと思います。はい、でいつものようにね面積事項一番下に書いてありますけれども、仮想通貨への投資はボラティリティが高く、地域によってはキャピタルゲインを含む課税の対象となる場合がございます。国や地域によってさまざまな規制が導入されておりますので、ご自身の居住地のルールをしっかりと確認するようにしましょう。投資をする際は事前に十分なリサーチを行い、リスク許容範囲で行うようにしてくださいということでね、今回ね私もこのシバシュートアウトを解説してますけれども、上がるかどうかっていうのはね本当に私もわからないので、まあ、ただねこれまでのね、いろいろ解説してきたトークンの中でも、まあね、当時2.0も話題大きかった割にはまあ2倍、まあ、それでも2倍上がりましたし、ね、スロトナにおいてはね最初はマイナスだったんですけど、その後 4,5 倍くらいにまで上がったので、まあ、今回も同じように上がるといいなと私は期待しているので、皆さんがねあとどう考えるかっていうのは皆さん次第なので、はいね、期待して、はい、私は買ってみたので、皆さんいかがですかということで、はい、解説しています。でですね、ちょっとねこれだけだとやっぱり参考に
参考になる情報が少ないかなということで、ちょっとね、いろいろウェブサイト調べましたら、このクリプトニュースに、まあ、日本人の方が珍しくね、投稿している記事がありますので、こちらもね、参考にしていただければと思います。特にね、ユーティリティのところね、私より詳しく解説してるんじゃないかと思いますので、ね、私の動画と合わせてこちらの、ね、サイトも確認していただければと思います。概要欄に、ね、URL 載せておきますので、はい、参考にしていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。